非常に子どもたちが栄養障害であったりとか不安な表情を見ることが多かったんですね。で、大人の気持ちで全てが動いていたものですから、なんとか子どもの支援ができないかな、何か子どものためにできないのかなということがありまして、子どもを中心とした活動に少しずつ移してきました。宮城県牡鹿郡女川町、町の中心部には約17メートルもの巨大津波が押し寄せたといいます。現在復旧作業も着々と進んでいますが、町の再生という意味ではまだまだ遠い道のりです。2011年12月24日クリスマスイブ、避難所となっていた女川町総合体育館でクリスマス運動会が行われました。参加者は女川や石巻の被災したおよそ250人の子どもたち。この企画に賛同した10人のアスリートやアーティストの方々も参加。さらにこんなゲストも。これには子どもたちも大喜び。今回の運動会は松井選手の呼びかけで開催に至ったそうです。今日はお互いいい一日になるためにアーティスト、サッカー選手、陸上選手、そして遠いアルゼンチンからディエゴ・マラドーナまでやってきました。はい、滑ってますよね。今日は、お互いにとって、素晴らしい日になるように、お互い楽しんでいきましょう。僕たちも正面からぶつかっていきますので、みんなもね、ガツンと、向かってきてほしいだと思います。まずは縄跳びから。最初はなかなか息が合わずうまく跳べなかったんですが、なんとこの方が子供たちに跳び方をレクチャー。空中でうんこしよう。マラドーナのおかげかどうかは分かりませんが、子供たちの緊張も解け始め、笑顔が見え始めました。この後も玉入れやボールリレーなど、子供たちは本当に楽しそうです。今日はいろんなところから選手が来て、みんなと触れ合っていてすごく楽しかったです。普段は会えない選手がいっぱいいたので楽しかったです。こんな有名な選手に会うことができたので良かったと思います。マラドーナが面白かったです。そしてメインはやはりフットサル。子供たちもなかなかどうしてファインプレーが続出です。チャンスです。チャンスです。カンパカンパ、4対1、4対1だ、4対1、数的優位、数的優位ですよ。あーっと、ゴールです。白組ゴールです。白組ゴールです。1点先制。そしてあの名選手の珍プレーも炸裂。レッドカードが、ここでなんとレッドカードが出ました。運動会が終わった後には子どもたちに豪華なクリスマスプレゼントも用意されていました。嬉しい、嬉しいです。子どもたちはもちろん親御さんたちにも一生の思い出となった一日でした。息子がサッカー大好きなので参加できてとっても嬉しそうで良かったです。なかなか震災後運動する場所もなかったのでとてもありがたいと思います。子どもたちも子どもたちなりに復興に向けて一日一日を過ごしているわけですけども、ただまだまだやっぱこういう場が必要なのかなってつくづくやっぱ思いますね。みんないろんな人が参加することによって助け合うっていう、ね、ことを目標に掲げてできたっていうのはすごく良かったと思うし、人間一人の力では、ね、生きていけないと思うから、そういう意味でこの女川町の運動会っていうのはすごく意味があったんじゃないかなというふうに思ってます。松井さんはじめいろんな選手がその仙台の復興のために駆けつけてくれて、こういう会を開いてもらったのでとても感謝しています。非常に楽しかったですし、こういうのをまだ1回だけじゃなくて継続して続けたいと思いますし、復興には多分時間がかかると思いますけど、時間をかけてまた女川の町が戻るように頑張っていきたいと思います。どこの地域もこの宮城県石巻東松島、
女川、おしか全てに関して子どもが半分になってしまったということですね。でそれは亡くなった子どももいますけれども県外に出てしまった子どもたちもいるということなんですね。でその場合にやはりその大人目線で全て社会づくり人づくりをしてしまうとますます子どもがね住みにくくなってしまうと、それがすごく私の心の中にありまして、できればその子どもたちと一緒に街づくりや人づくりや文化を作っていく、芸術を作っていく、で一緒に楽しんでいくということを観覧者にならない私たち被災地の人間が一緒に作り上げていくということを組めるような間に入れるようなそんな活動をもう決まっているイベントもあるんですけれどもそういったこともしていきますし、とにかく楽しめるようなそういった場所の提供ということを今作りたいなって計画しております。復興には10年以上かかると言われています。その負担は今の子どもたちに大きくのしかかっていきます。子どもたちの笑顔を守ること、それが今一番大事なことなのではないでしょうか。